と私全く畑違いの大学は理学部の化学の科学科の出身なんですけど、もともとまあ、ある種全く映像関係と畑違いの仕事をやって、仕事とか大学を出ていて、でただまあ大学のバイトでですね、当時CS 番組の AD のバイトをしていて、でそこで初めて、まあ番組制作の、現場に携わったというような経験があって、で実はそこに一緒にいた方の紹介で、テレビ朝日の、番組の AD の仕事に、やることになりました。それがいわゆる映像の世界に入ったきっかけであり、スタートではありますね。で、まあ、そこからは情報番組の AD からスタートして、でディレクターとなってという形でずっとテレビの仕事を、ずっとしてきたというのが、まあ、流れですね。まあ、もともとたまたまきっかけで情報番組から入ったんですけど、まあまあ、そこである種基本を、まあ、情報番組のいいところはさまざまなものを扱うので、まあ当然事件から、まあ、経済芸術芸能からさまざまなジャンルを扱うので、そこで、まあ、ある種自分のこう興味あるものをこう探っていった時間ではあって、その結果自然といわゆる報道の方に、まあ、アンテナ向き始めて、で気づけばというか、だんだんこう人にフィーチャーしていく企画をだんだんこう寄っていったというのが、今に至る経緯というか流れですね。もともとは2012年に、まあ、当時情報番組の、まあ、テレビ朝日のモーニングバードっていう番組がありまして、でそこでまあ、2012年ということで、まあ、震災から1年というタイミングで、まあ、番組としてまあ、震災自然特集というものをやろうということになりまして、で番組のスタッフに、まあ、企画募集をやったんです。でその中で私もやっぱりやりたいと思いまして、でいろんな全国紙から地方紙まで新聞を、まあ、読んで、で探っていく中で、まあ、今回の、まあ、菅野一郎さんとか、菅野さんご夫妻の、まあ、記事を発見して、でそこでやろうと、まあ、企画書を書いて、で採用されて、で取材が始まったのがきっかけです。でそこからテレビの放送を4回やったので、で最後はテレビ朝日のテレベンタリーというドキュメンタリー番組で30分間やったのが4回目ですね。反応はどうだったんですか？まあそうですね、まあ見た人はね、まあいい作品だったという評価はありましたけど、あとまあ4回いらしてもらったということが一つ大きな事実としてあって、まあいろんなね、反響というかその継続ものとして見たいという声もあったので、まあ、結局なんだかんだで気づけば4回放送したという。通常4回というのはありえないと、あんまりないと思いますね。あ、まあ、まあ私もねしつこくやりたいやりたいって言い続けたこともあるんですけど、はい、まあその2012年の2月25日に、初めて、その現場というか、ツナ缶という、まあ、今の民衆のツナ缶、まあ、当時は菅野さんのご夫妻のまあ実際にあった自宅ですけども、うん、そこに初めて取材に行って、で、まあ、菅野一郎さんに初めてお会いしたんですけど、まあ、当日か、まあ、すごい雪降ってて、すごい寒かったんです。で、かつ、その、しびたちっていう集落なんですけど、まあ、津波の被災した地域で、まあ、爪痕も残ってましたし、で、家もまあそもそも点々としていて、すごい静かな集落なんです。でそこで今雪がしんしんと降っててっていう中で、私も緊張感を持って行ったんですけど、まあ、向こうから一郎さんが「ようこそ!」ってすごい元気な明るい声で近寄ってきて、でそのまた声がすごい、まあ、高くて静かなんですごい響くんですね、その集落で。でそのやっぱりこう震災被災地であり、まだね1年というタイミングでちょっとこう緊張感を持って行ったので、そのこう一郎さんのその明るさと元気よさに面食らってしまって、最初はもう なんだこの人がって、最初そういうインプレッション、ファーストインプレッションですって、ね、まあ私もそうですし、あとその一郎さんの周りに本当いろんな人が集まってくるんですよね。であと集まってきて、かつみんなもう一回会いたいってみんな言うっていうのがすごいなと思ってて、で当時も当時はボランティアの学生さんたちがよく、まあ、寝泊まりしてたんですけど、その学生のボランティアさんがリピーターになって、何回もそこを拠点に、ボランティアの拠点としてそこに泊まりに来る
で今はいろんな全国のお客さん、民宿なのでお客さんが一郎さんに会いたいと言って何回もリピーターとして泊まりに行くっていう、そのみんなをこう集める力というか、その魅力は、うん、すごいなと思いますよね。まあ、でもその当時私が、まあ、新聞の取材は一郎さんとか入ってたんですけど、テレビの取材は私が初めてだったんです。なので一郎さんもちょっとこうテンション高く、もともといっぱい喋る方なんですけど、ずっと喋ってる方なんですけど、そのトーンでずっといろんなお話をさせてもらいました。もともと家被災して、まあ、3階まで津波使ったんですけど、でもう壊れて、もともと壊すつもりだったので、でそれを、まあ、ボランティアの方が、まあ、拠点として使わせてほしいという提案を受けて、でもうその壊れた家が、まあ、役立つんであればもういくらでもどうぞって言うので、もう最初は無償で、無償ですね。で、まあ、貸して、でそこを拠点に、まあ、延べ半年で500人ぐらいの学生さんがもう出泊まりして、大体こう4日間の工程でやってくるんですけど、順番にいろんな人が入れ替わりやってくる。で延べ500人ぐらいの人数が泊まって、でその、まあ、泊まらしていると同時にちょっとこうワカメとか差し入れをするんですよね。でちょっとこう学生さんたちをサポートしてあげる、なんか 寮の寮母さんみたいな感じで、こうこう、ね、地元のお母さんみたいな形で支えてあげているのが一郎さんでした。まあ、私がある意味定期的に通ってたので、定期的、まあ、決まってはないですけど、まあ、ある種こう一定期間ごとに行ってたので、まあ、行くたびにやっぱり新しいお店ができたりとか、街が少しずつこう、まあ、変わっていく様子は、まあ、見てはいたし、あと、まあ沿岸は防潮堤を作ってたので、行くたびにだんだんこう防潮堤が高くなっていくんですよね。で、まあ、海が見えなくなってくるんですけど、まあ、それもまたね、地元の人にとってはやっぱり、まあ、気仙沼って海とともに生きてきた街なので、はい、海が見えなくなっていく、そのね、だんだんその現状を見ながら、やっぱり見るたびに、まあ、この防潮堤が、まあ、地元の人にとっては、まあ、いいものなのか良くないものなのか、まあ、複雑な気持ちなんだろうなと思いながら見てましたけどね。まあその、まあ、取材相手ですけど、そのまあ距離感は、まあ、いつも毎回その、まあ、今回一応さんに限らずですけど、まあ、毎回気をつけてはいて、で、まあ、基本的には寄り添おうと思っているので、その方と仲良くなって、まあ、僕今一応さんから風待ちって言われてるんですけど、風待ち、はい、まあ、そうやってあだ名に呼んだまれたりとか、まあ、撮影関係なく私もよく民宿泊まってたので、まあ、そうやってこう近づいていくということはもちろんあるんですけど、ただ一方でやっぱり取材者と取材相手という距離感は絶対必要なので、で、まあ、仲良くなっちゃうと聞きたくないことも出てきちゃうと思うんですけど、やっぱり聞きたくないことも聞かなきゃいけないので、そこの距離感は、まあ、常に意識して、まあ、近すぎず遠すぎずという距離感は常に持っているので、なんかまあ逆を言うと僕は永遠にツナ缶の本当のお客さんになれないんですよね。まあ、そこはもうしょうがないと思って、ある種その特別なね、ある意味特別な一郎さんとの関係というか、取材者と取材対象者という、で一郎さんも、まあ、風待ちってすごい近寄ってね、してくれるんですけど、やっぱこうどこかで、ね、なんていうか取材する側される側っていう意識を持ってらっしゃるので、やっぱりどこかで、まあ、丁寧語で喋ったりとか、まあ、その距離感はお互いに分かって今10年間ずっと過ごしてきたのかなと。逆にそういう相手だから良かったのかもしれないですよね。そうですね。で、まあ、例えば事故の後、海難事故の後とかに、まあ、インタビューするときは当然僕も、ね、よく知ってるご夫婦なので、まあ、心をね、えぐられるような質問もしなきゃいけなかったんですけど、そこはまあ一郎さんと事前に話をして、もう僕はこれから自分も来たくないことを聞きますので、お願いしますと、で一郎さんも分かりましたという覚悟を決めて、ある種お互い覚悟を決めて話すようなインタビューだったんですけど、まあ、そういう関係性も、まあ、一郎さんと僕ならではの関係かなと思ってます。先日9日に仙台で試写会やって、で11日に気仙沼で試写会やったんですけど、もう9日の仙台の時にはいわゆるこう仙台の新聞からテレビからメディアさん各社集まって、いわゆる囲み取材を
行ったりとかですね。で、まあ、気仙沼でもいわゆる関係者向けの使者と、あと、まあ先着で一般の方々に、まあ、応募かけて募集してもらって見てもらったんですけど、一般の方はあっという間に限定数を超えてしまって、市の方が、主催したんですけど、対応に追われてたんで、どうしましょうかって、あっという間にオーバーしちゃったんで、抽選にするかどうするかみたいな、いうちょっとぐらいの、反響が大きくて、ありがたいですね。やっぱり、気仙沼の115区の映画なんで、やっぱり気仙沼の方に見てほしいですし、気仙沼の方に応援してほしくて、で逆にその応援をもとに、僕も大好きな気仙沼の街を、こういった名古屋とかいろんな街に伝えていきたいという気持ちもあるので、良かったなと思います。やっぱりテレビだとどうしても一回放送して終わることが多かったの で、映画になれば当然5年10年15年と残る形になりますし、あと最初2012年のツナ缶の映像って、いわゆる学生ボランティアがツナ缶でこう、寝泊まりした時の映像って僕しか撮ってなくて、で僕が撮った時が一番最後の、メンバーが寝泊まりした時だったの で、その後すぐツナ缶は回収入ってしまったの で、あの映像もある種ツナ缶の歴史を語る上で貴重な記録映像なんですよ。それをこう、映画という形で残したことができたっていうのはやはり嬉しいなと思ってますし、あとは今回、映画にすることによってやっぱテレビと一番違うなと思ったのは、音楽といいますか音の使い方が違うといいますか、テレビだと無音ってやっぱり放送事故になっちゃうのでできないんですけど、今回映画って何回か僕無音の場所を設けてて、特に事故の時とかは無音にしてるんですけど、やっぱそれは僕が当時感じたことをまんまこう音を失った瞬間がこの10年の中に何回かあったので、それは映画の中でも映画だからこそのものっていうことができたので、表現の仕方としても映画が作れてよかったなと思ってますね。でも相当な時間があるので、今回見直して、で、やっぱりテレビでどうしても5分とか10分とか短い尺の特集が多かったので、ワンカットワンカットもやっぱりこう切り刻んで詰め込んでっていうことが多かったので、改めてもう一度全部見直して、で、ワンカットワンカット、見直しつつ、である種そのカットの持っている、いい部分を素材をまんま活かせるような、長さで極力使っていこうという意識はして編集しましたね。あとはテレビでどうしても入りきんなかった映像がいくつかあって、でその切り刻んじゃうことによってそのカットの良さを失ってしまうカットがいくつかあって、結構長いところを、今回映画ではふんだんに入れていたので、それは、映画だからこそできた編集かなとは思います。あとは構成の意味ではやっぱ報道、僕ずっと報道番組いたので報道っていわゆる中立で構成に表現するっていうのが大鉄則なので、で映画ってやっぱり自分のこう、思いとかを表現していくもので、そこの切り替えは最初はちょっと苦労しましたけど、実際あったのは、3時間ぐらい、お時間いただいて、で、一貫して作品が2時間なので、単純に普通に頭から取っていくと時間足りないので、どうしようかなと思って、事前に原稿をお渡ししていて、で、当日初めて後でお会いして、で打ち合わせと思ったんですけど、もう健さんが出した原稿がもうチェックいっぱい入ってて読み込んでると分かったの で、その上で打ち合わせをして、でもう健さんも気持ちが出来上がってらっしゃったので、じゃあもう撮りながら進めていきましょうかっつって、でもう5分ぐらいで打ち合わせ終わって、で実際もうブース入ってもらって、でやりながら進めていきましたけど、あの件渡辺なので当然表現はね素晴らしいですし、であと原稿も渡辺健さんの方から、こういったナレーションを言い回しとか
変えてみてはどうだろうかという提案もいくつかあったので、まあ、そこはお互いに話し合いながら、あと僕のパターンの抵抗を取りながら、ケンさんのパターンの抵抗を取って、うん、後でこう引き比べて、まあ、セレクトして決めていたりとか、まあ、ケンさんも僕はまあケンさんのお願いした理由の一つでもありますけど、まあ、一応さん、安さん両方ともご夫婦知ってるので、で、まあ、よくね、ある種こう、お互いにそのこの10年を見てきた同志みたいなものなので、うん、勝手ながらいう気持ちもあったので、まあ、そこは自然と、まあ、青二呼吸じゃないですけど、うん、作り上げていった形かなとは思いますね。まあ、映画でも、まあ、コロナ禍についても、まあ、描いているんですけど、やっぱりこのコロナ禍の中でいろんな人間関係とか、どう人と付き合っていけばいいんだろうとか、あと人の距離感とか、いろいろこうそれぞれ考えたことがあったと思うんですけど、まあ、この映画が、まあ、一応さんを中心とした若者たちの交流を描いた、まあ、10年以上ですね、描いた作品なので、やっぱこう映画を見ることで改めてこう人間関係とはとか、まあ、絆とかですね、まあ、つながりの良さとかですね、そういったものを改めてこう気づいたりとか発見したりとか、見直したりする機会になったらいいなと